休憩時間にも邪魔されなきゃならないのか。ただの冗談にそうひるむな。退屈。中で変なことをする奴がいたらどうするか、お前も知ってるだろう。そうだ、いたずらっ子たちにあらかじめ言っておこう。ウルリヒ・フォン・フッテン、鉄血の希望と無念の蝶。この着任を喜ぶか何も感じないかはお前の自由だ。私もそうさせてもらう。休憩時間にも邪魔されなきゃならないのか。ただの冗談にそうひるむな。退屈しのぎに付き合ってくれるやつでもいないかと思ってたところだ。今日はどういう風の吹き回しだ。行ってみたらどうだ。戻らなきゃならないんだが、この子は面倒だ。室外機がうるさくてしょうがない。いや、それでも一人になれる場所は貴重だ。誰が中で変なことをする奴がいたらどうする。お前も知ってるだろう。そうだ、いたずらっ子たちにあらかじめ言っておこう。エルベが変なことをしでかす心配はない。ああ見えて節度のわかるやつだ。もっとも心配するところはそこじゃないが。お帰りなさい、ご主人様。何かご注文は？これで十分か。ち、ここでか。面倒なことをしてくれる。チビどもが好んでやってもらうことだな。任務を引き受けてからサボりに出たってか。やってくれる。私も同じことをしてやろうか。新しい手紙だ。機密事項か。そう。ち、からか。すまん。もう一缶持ってきてもらえるか。委託組が戻ってきた。さっさと決めろ。出迎えはお前か、私か。チビどもが好んでやってもらうことだな。エルベが変なことをしでかす心配はない。ああ見えて節度のわかるやつ。